今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日はミソドの新作発売日です。せーの、じゃじゃじゃん。本日3月12日からミソドから佐久抹茶シリーズが5種類出ております。ちょっといつものノリで本日って言っちゃったけど、多分出すのは発売日の翌日になってると思うんだけども、いやもう今年のミソドの春の新作もめっちゃ美味しそう。入れ物からしてね、めちゃめちゃ可愛い。それでは早速食べていきたいと思います。せーの、いただきます。ではまずこちらから、桜もちっとドーナツ桜あん風。美味しそう。上に乗ってるピンクのやつは桜あんのグレーズらしい。生地もね、桜もち風味らしい。美味しそう。いただきます。うまっ、めっちゃうまっ。食べかけ苦手な方は注意してね。せーの、はい。桜もちの生地やからね、生地がピンク色でね、可愛いのと、あとめっちゃ程よい桜感。桜が強すぎず弱すぎず、いい感じに主張してくる感じ。この上の桜アングレードもめっちゃ美味しい。もちもち美味しい。で、今年さ、ミスド桜出さんのかなと思っとってさ、ちょっとそわそわしとったんやけど、まさかの桜と抹茶のダブルパンチ。最高やな。続いて桜もちっとドーナツ宇治抹茶チョコ。かわいいピンクのつぶつぶ。これは桜色のあられらしい。おしゃれおしゃれ。5個の中で一番抹茶抹茶してそう。いただきます。うん、おいしい。この上のあられがザクッとしてめっちゃ食感がいい。あとやっぱミスドのね、抹茶おいしいね。今回ね、この祇園辻とのコラボやから、もう本当に上品な味というか、なんかミスドと祇園辻何回かコラボしとるよねと思ったら、2017年からコラボしてるんだって。去年もね、確か食べたもんね。でもこのフォルムもさ、なんか見覚えある気がする。去年もこのフォルムだったっけ。1年経つと記憶が曖昧になりますね。これめっちゃいいバランスで美味しい。てかこういうチョコが全面にかかっとるドーナツって、なんかそのチョコの味に圧倒されがちな感じが多い気がするんだけど、ちゃんと抹茶も味わえつつ、どんどん噛んでいくと桜の味もするから、天才？天才だね。続いて桜もちっとドーナツ宇治抹茶ホイップ。これが中にクリームが入ってんか入ってんか開けますね。こんな感じ。おー、美味しそう美味しそう。なんかこのドーナツ、私が過去にラブだったフィナンシェドーナツのホワイトに似てる。いただきます。うん、やっぱさっき食べた2つよりも一番甘い。でも思ったよりも宇治抹茶ホイップの主張が激しくないかも。宇治抹茶ホイップ単体で食べても結構優しい甘みな気がする。あられが飛んでった。主張しすぎてないから、この桜の生地ともマッチして、とても素晴らしい味になっております。あられのとこ触るとどんどんポロポロと取れていくので注意です。続いてわらび餅桜あん&宇治抹茶ホイップ。これね、生地も桜風味で、桜あんと宇治抹茶ホイップとわらび餅が入ってるらしい。オープン。おー、美味しそう。わらび餅が真ん中にドドンとおります。いつもは黄色っぽいシェルの生地がね、うっすらピンクでめっちゃ可愛い。いただきます。する。美味しい。私この生地のね、ふわっとして軽い食感が好き。あ、確かにいつものエンゼルクリームとかと違ってやんわり桜風味だ。うん、桜あんがめっちゃ美味しい。すごく生地と馴染んでしっとりして美味しい。わらび餅美味しい。いつかもミスドわらび餅入れて出してたよね。なんなら私ミスドバイト時代にわらび餅入れてた気がする。これ系にわらび餅を詰めてた記憶があるわ。わらび餅トロトロで美味しいのと、あときな粉がね、振りかかっとって、それがさらに美味しい。ラストはわらび餅桜&宇治抹茶ホイップ。え、これ新キャラがいる。ちょっとめちゃめちゃ見にくいけど、桜あんホイップという新キャラがおります。桜あんホイップと宇治抹茶ホイップとわらび餅、表面にも宇治抹茶かかっております。ではいただきます。桜あんホイップ美味しいわ。
そのまんまでも美味しかったけど、生クリームのねクリーミーさと甘さが加わって美味しい。さらにな、何もかかってないとこ食べると桜とかね宇治抹茶とかがほんのり楽しめて、チョコかかったとこ食べるとね宇治抹茶が濃く感じられて良きですね。わらび餅ほんま美味しい。そのわらび餅をさ単体で売っとっても絶対売れると思うんやけど、ドーナツ屋なのに餅売るっていう異様な光景になっちゃうけど、はい、ごちそうさまでした。はい、というわけで今日はみそどの春の新作の佐久抹茶ドーナツ5種類を食べたんですけれども、大満足のまき。毎回恒例に私が今回食べたドーナツの中で一番好みだったものは桜もちっとドーナツ部門、桜もちっとドーナツ桜あん風。一番最初に食べた桜あんが上に乗ってるやつなんやけど、あれがねシンプルかつ桜をめちゃめちゃ感じれたのと、あと私ホワイトチョコ好きなので桜もちっと部門では1位です。続いてわらび餅部門は、わらび餅桜&宇治抹茶ホイップ。2つ目に食べた方なんやけど、桜あんホイップが美味しくて、あと宇治抹茶チョコがかかってるのもねめちゃめちゃいいなと思ったので1番でございます。まあ、そんな感じなんですけれども、もう毎回言ってるけど全部美味しかったので、佐久抹茶ドーナツ期間限定なので皆さんもミスドに行った際は買ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れ、ありがとうございました。でも第1弾佐久抹茶って書いてるから第2弾もあるってことやんな。去年もなんか抹茶2回ぐらいあったよね。めっちゃ楽しみ。またねカロリー摂取いっぱいするからね筋トレ頑張りまする。